時間節約のために映画とかドラマは 1.5 倍速か2倍速で見てるんですか？ハードディスクレコーダーを使ってる時はそうでしたけど、ネットフリックスが倍速で見れないっていうのがあって、ネットフリックスって倍速で見るツールとかあるんですか？あるんだったらちょっと使ってみたいと思います。YouTube は倍速で見たりすることあります。YouTube を倍速で見る、Chrome の、なんだ、エクステンションでビデオスピードコントローラーっていうのがあるので、それを使うと YouTube の再生が速くなるし、あと YouTube ってもともとデフォルトで速くできるんじゃなかったっけ。内定先が ASP を運営してマネタイズしている会社で、これからタイに手を出すのですが大丈夫そうですか？なんで大丈夫だと思わないんだろう。その人口が減少して経済が縮小していく、日本よりも海外の方が伸びる可能性あるよねっていうのは可能性論としては正しい気がするので、別に黙って見てればいいんじゃないですか。まあそれで潰れるんだとしたら、まあ会社は必ず何年かのうちにどっかの会社は潰れるので、運が悪かったなと思えばいいんじゃないでしょうか。あれ今日成人式なの？13日だけど成人式今日やるんだ。こんにちは。今日成人式を終えたものですが、ハゲててかっこいいヘアスタイルを決められませんでした。おすすめのシャンプーや育毛法を教えてください。でもサムネイル髪の毛生えてない？あとでもハゲてるんだったらもうスキンヘッド以外やりようないんじゃないの？時間を守る系の予定がとても苦手です。守れないものとして割り切って生きるべきでしょうか？僕は割り切って生きてます。だって守れないんだもん。これだからさ、髪の毛ない人が髪の毛ないって諦めて生きるのと一緒で、その時間通りに動けないっていうのは、僕はもう時間通りに動けないって自覚があるので、そういう意味でこう時間通りに動けない人として生きるっていうのをずっとやっています。はい。で、なんだろうね、時間通り来ないやつとは仕事をしないっていう人もいるんですよ。で、別にもうそういう人は最初から切っちゃっていいと僕は思ってて、その世の中いろんな仕事相手がいるし、いろんな友達もいるので、その時間通り来ないやつとは一緒に働きたくないとか、友達になりたくないとかっていう人はいると思うんですけど、もうその人とはもう僕友達になれないと割り切ってるんですよ。だって僕時間守れないんだもん。で、時間守らない人でも別にいいよっておおらかな人の方が、後々うまくいくことが多いので、時間を守らないぐらいで怒る人って基本的に器のちっちゃい人なんですよ。要は自分の思い通り予定通りにならないと不快に感じるっていう人なんですけど、だからその仕事とかプロジェクトをやるときに思い通りにならないとか予定してたものと違う状態になるって必ず起こるんですよ。まあ、ものすごく運が良かったら予定通りになるかもしれないですけど、で、その予定通りにならないときにどう対処するかっていうので怒るってやっても世界は変わらないんですよ。例えばなんか嫌なことがありました、犬の糞踏みましたって言ってさ、怒ったとしても犬の糞を踏んだっていう事実は変わらないじゃん。だからその仕事でじゃあその予定通りに物事がいきませんでしたって言って怒っても、もう起きた結果は変わらないんですよ。なのでやるべきことは怒るんじゃなくて、じゃあその起きたことに対してどうリカバリーするかとか、じゃあ同じようなことが起きないためにはどういう仕組みを作るべきかっていう風に前向きに考えられる人の方が仕事ってうまくいくことが多いんですよ。なので遅刻したぐらいで怒る人だったら、僕は仕事しない方が実は長期的にはいいんじゃないかと思ってるんですよ。おおらかな人と仕事して長期的な関係性を築いた方が結局うまくいくと僕は思ってるので、はい。通勤に1時間15分、往復2時半半かかります。通勤時間を短くするために資産価値が低くなっても購入した方がいいですか？ひろゆきさんならどうしますか？いや、通勤時間を短くしたいんだったら賃貸でいいと思います。買う必要はないと思います。お、今日のビール代ありがとうございます。10ユーロもしないです、ビール。はい。生活保護受給者です。働かないという目標が叶ったせいか何もやる気が起きません。何をしたらやる気が起きますか？働く以外で。やる気いらないんじゃないの？なんで、まあ、生活保護で税金で暮らしてるんだったら500円を使わない方がいいと思います。で、やる気を起こさなければいけないというのが多分間違いです。別にやる気なんかいらないです。ただじゃあそのこれが面白いよねとか、これが楽しいよねとか、好きなことをやって、でそれがたまたまじゃあなんか文章を書くのが好きだって気づいたとか、じゃあその動画撮るのが好きだとか、動画編集するのが好きだとか、なんか楽器弾くのが好きだとか、なんかその物を作るもので好きなものっていうのが見つかったら、それをやり続けると結果として仕事になることがあるんですよ。例えば料理をするのが好きだっていうので、じゃあ料理するして人に振る舞うのが好きだから、じゃあ料理をする仕事をしてみようとか、
なので、そのなんかやる気がないから何かできないとか、やる気があればこれができるんじゃないかなみたいなのを多分諦めていただいた方がいいんじゃないかと思います。なんだろう、コメントなしで500円、ニューワテルオ、ニューワって名字なのかな。ひろゆきさん、こんばんは。今日本円を純金に非難させるのはありですか。ああ、その米中の状況が悪いので、あの世界経済が悪くなれば金の価格って大体上がるんですよ。で、米中の状態が悪いのと、アメリカが今その政府予算凍結していて、アメリカの公務員給料ゼロ円みたいな状態になってるので、でそういう時ってやっぱり経済とか、まあ、世界がどうなるかわからんっていうのもあるので、金の価格は上がる可能性が高いので、まあ。いつまでその金にしとくかっていう問題はありますけど、今のうちはその金にした方が安全かもしれないですね。あの3月のブレグジットも多分イギリスの思い通りにはならないので。ワンピースの正体って何、家族の絆みたいな中途半端なこうふわふわしたものじゃなくて、ちゃんとした財宝ですこれあの答えをあの小田さんが言ってしまったっていうのがあるので、それをそのまま伝えました。はい。PC を選ぶ基準とか好きなメーカーとか聞きたい。グラボがその時期に一番いいやつで、ノートパソコンで15インチで価格が一番安いとか、そういう理由で決めています。某旧帝大の分離融合学部志望です。数学、情報学、心理学に興味があって、将来は大企業で IT に関わりたいです。大学時代は院に向けて勉強して、院で専門性を得るか、新規採用されるために学外経験を積むか、どちらがいいですか。新卒採用ね。新卒採用って別に学外が理由じゃないでしょう。ただあの院で専門性をちゃんと得れば、あのほぼ大企業の IT だったら受かるので、そういう意味ではその新卒採用やってみてダメだったら院に行くっていうパターンでもいいんじゃないですか。 ZOZO とペイパルの100億についてざっくりしてますけど、 ZOZO 僕買ったことないんですよでなんかオンワードが ZOZO での出店やめるみたいな話もあるので、でその ZOZO って前澤さんのブランディングはうまくいったと思うんですけど、 ZOZO のイメージが良くなったかっていうとあんまり良くなっている気がしないので、そういう意味で方向性としては僕ちょっと微妙なんじゃないかなと思ってます。で PayPay は100億使ったので、あのビッグカメラとかいろんなお店が割と QR コード決済入れることになったので、そういう意味では長期的にペイペイは結構いける可能性があるんじゃないかなと思ってます。好きな漫画ありますか。もしあったら語ってください。僕あのなんだろうな、面白いと思う漫画は何個もあるんですけど、こういう聞かれ方をすると出てこないんですよね。プラネテスとかガンムとか、そこら辺面白いと、あ、寄生獣とか好きです。はい、語ってください。なんだっけな、あのね、すごい寄生獣っぽい映画を最近見たんですよね。あれなんだっけな、なんかの映画を見て、あの感想に僕寄生獣って書いたんですよ。ちょっとあの自分の映画メモを見ていいですか。あれどれだ、あった、あ、ベノムだあのそのディズニーの映画で、あのマーベルなんですけど、ベノムっていう映画が最近有名なのがあるんですけど、そうそう、ベノム、あんなどう見ても寄生獣なんですよあれなので、あ、寄生獣パクられてるじゃんって思いました。っていう意味で寄生獣面白いです。はい。会社でブラック部署にいて仕入れの部署に移動したいのですが、どうすればいいと思いますか。仕入れの部署に移動したいです、移動できないんだったら辞めますって言って、移動できなかったら辞めればいいんじゃないですか。多分あのブラックの部署は誰かがやらなきゃいけないので、その能力値の低い人にやらせてしまえみたいなのがあると思うんですけど、本当に優秀であればこの人辞めさせるぐらいだったら他の部署に入れた方がいいよねってなると思うので。コンビニでの医薬品販売はどう思いますか。賛成です。あの松本清みたいな、あの、まあ、安売り店で薬は売ってるんですけど、実際その薬剤師の人がちゃんと確認をして売ってるわけではないんですよね。実際問題、あのこれ欲しいですって言ったら誰でも買えるの でそういう意味でその僕はあれ過剰な規制だと思ってるので、でじゃあその睡眠薬とか大量に買ったら自殺できるじゃんみたいなのあるんですけど、別にその薬剤師がいる松本清みたいな店で睡眠薬ちょっとずつ買っても結局自殺できる量の薬が手に入っちゃうんですよ。なので今の医薬品販売規制ってあんまり意味ないと思ってます。あとあの
海外の並行輸入みたいな形で直接海外に発注すると、その日本の販売店では買えないような薬って今ネットで買えちゃうんですよ。なのでそもそもネットでそのまあ、日本の医薬品販売店では買えないような薬が手に入る状態なので、日本国内だけ規制することっていうのは無意味じゃないかと思ってます。はい。